蜂蜜のまろやかな甘さにシナモンの風味が効いてレモンも加わってるからさっぱり飲めるし、みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリストれいなです。れいなさん、今日なんかやってくれるということで。そうなんです。本日はこちら、はい、白ワインを使って、はい、ホットワインを作っていきたいと思います。ホットワインいいですね、この寒い時期に。ホットワインね。そうなんです。でこの間は赤でサングリアを作ったんですけど、うん、はい、今回は白でホットワインを作っていきたいと思います。でも大体こう簡単な材料で、まあ、白ワインと蜂蜜とシナモンと、うん、あとはレモンをスライスして入れようかなっていう感じ。これどうやって作るんですか？ただ入れて温めるの？ピポン、その通りです。めっちゃ簡単じゃないですか？めっちゃ簡単なんです。なのでこの寒い冬にね、ちょっと温まって美味しいワインを飲んでいきたいと思うので、はいはい、実験してみようと思います。楽しみですね。はい、楽しみです。やってみましょう。やってみましょう。みるみるランド。この鍋でワインを温めるんですか？はい、このお鍋でワインを温めていきたいと思います。もうね、先にワインを入れてる間に、うん、どんどん他の材料をちょっと入れていくだけにしたいと思います。で意味わかんない今の。だからワイン温めます、その後入れますじゃなくて、もうワイン温めながらの調理に入りたいと思います、うんうん、なんか独特のね、匂いしてますよね。シナモンと白ワインのいい香りがしてます。適当に蜂蜜を入れていきたいと思います。あんまりね、ダメ出しするとレイナさんがだんだん表情曇ってくるので、へこんでくるのがへこんでくるのがバレてしまうので、とりあえず一回しくらい。分量はもうほんと目分量で、はい、うん、お好みで入れてください。結構ね、ゆうさん甘めのものがお好きみたいなので、入れなかったら後で足してもいいかなと思うんですけど、はい、はい、であとはこのレモンをスライスして、レモンは輪切りに、こんな感じでね、輪切りにしていただいて、うん、これを入れていきます。はい、これを混ぜていきます。混ぜて、うん、温まってきたら出来上がりということで、うん、これあの煮立てなくていいんですか？煮立てなくていいんです。温まったら OK。 温まったら OK です。じゃあ逆に沸騰させない方がいいんですか？そうですね、一応アルコールなんで、うん、まあ沸騰させればアルコールが飛びます。だから、うん、じゃあアルコール飲めない人はとか苦手な人は飛ばせばいいし、いい好きな人はそうですね、控えめにした方がいいかなと思います。なるほどね、うん、電子レンジとかある人はレンジで温めちゃってもいいんですか？大丈夫だと思います。全部入れた上でそのままレンジに入れて、ラップしてレンジに入れれば、うん、それで温まると思うので、はい、そしたらもう一人用のホットワイン完成みたいな、うん、できると思います。何の香りですか？シトラス、レモンの香りとシナモンと白ワインがすごいミックスされてて、すごいいい香りです。もう飲めるんじゃないかな。さすがに蜂蜜の香りはしないですけど、ちょっと味見して。うん、美味しい。美味しい。あ、すごい美味しい。まだちょっとぬるいんで、うん、もうちょっと温かい方がホットワインっぽい感じがするんですよ。もう今年33年ぶりの寒波来てて、もう外出るだけで凍ってたんで、うん、これ飲んだら本当に温まって、うん、温かい気持ちで外も歩けると思います。はい、はい、じゃあこれで出来上がりにしたいと思います。はい、みるみるランド。はい、っていうわけで完成したんですけど、本当簡単でしたね。はい、5分かからなかったぐらいの感じですよね。温めて入れましたって、それで終わり、うん、ちょっと飲んでみたいと思います。はい、どうぞ。香りがね、もうさっきからね、鍋でやってる時からモワモワってしてたんですけどね。いい香りしますよね。いかがですか？あ、美味しい美味しい。美味しいですか？そう、濃い。やっぱ味がさ、濃く、うん、濃いよね。濃く、はい。やっぱ濃い味が混ざってるから、うんうん、なんだっけ、シナモンと蜂蜜とレモン。はい、いただきます。ワインのコクが出たって感じ。うん、なんかすごく飲みやすくなってます。ワインだけの時より甘みも増してるし、うん、あと香りがすごいいいですね。やっぱり、ね、レモンもシナモンもすっごい香りが良くなってて、うん、でもともと白ワイン自体もすごい香りがいいので、うん、なんかなおさら全体的にミックスされて美味しいですね。美味しいですね。体がすごい温まります。温まると思う。これすごい温まる、うん、これぐらい、なんだろう、ちょっと熱いかなぐらい温めた方が、うん、体はすごい温まると思います。そうですね、うん、味的にはぬるくても美味しかったですけど、うん、そう、この寒い、せっかくのホットワインなんで体温めるという意味では熱々の方がいいかな。蜂蜜のまろやかな甘さにシナモンの風味が効いて
レモンも加わってるからさっぱり飲めるし。すごいですね。なんか今までの食レポと全然違くないですか。ただ材料を言っただけ。材料の特徴を言っただけ。すごい。今までは買ったみたいとか売ってる感じとか。ホットワインみたいなね。すごい。ということで。はい、はい、美味しいホットワインができました。皆さんも寒い冬どうぞやってみてください。やってみてください。ではまたねー。